どうも皆さんこんにちは。今日は2022年の3月の16日ですね、水曜日でございます。天気もね、暖かくなってきております。晴れでございますね。気温もどうですか。22度ぐらいまでね、ちょっと上がるような感じでね、なっております。これはですね、今ですね、3月15日火曜日の日田13号ですね、富山行きをちょっとねご覧いただいております。はい、この3月15日のね、日田13号なんですけどもね、これ3月14日の日田7号の編成が来ております。で、このですね、今3月15日の日田13号については、3月16日の日田3号の、編成になりますので、それだけご確認いただけるわけになります。まあ、なんとかですね、日田号のね、編成ちょっと変わりましたけれども、なんとか仮定という形で、仮説という形でね、ちょっとね、立てることができましたので、まあ、よかったかなと思っておりまして、それでまあ、追っていくとですね、その通りのね、まあ、順序は、崩れずになっておりますので、まあ、このまま、最終的に、まあ、確定がね、できていければいいのかなとは思っておりますけれども、また夕方とか夜がね、チェックできればいいんですが、なかなかちょっとそうもいかずにというところでございます。さあ、これはですね、3月16日水曜日のナッキー1号でございますね。紀伊勝浦間にはワイドビーの先頭車両で8号4ということでね、大阪日田日田イオンのね、先頭車両がついておりますので、眺望が約束されているような感じでございますね。日田3号でございますね。日田3号のこれ高山行きでございます。今日団体がね、乗ってるような形でね、駅員さんがね、行き先変更になってますよっていう声もね、アナウンスも多少入ってるかもしれません。1号から4号は3月15日の日田13号という冒頭にありました日田13号ですね、あれが来ております。番号が一致すると思います。さあさあ、先ほどですね、2号車に高山に変更させていただきますということでね、アナウンスがありました。はい、8号車から10号車は3月15日と日田11号のね、このね、鳩山編成がついております。いろんなところがね、入り混じってのものになっております。さあ、日田2号名古屋行きですね。こちらも今日は撮影しておきました。さあ、進入速度は速いかなと思うんですけど、1.5 倍のね、速度でやっておりますので、これだけちょっと速くなっております。さあ、これ3月15日日田4号、だから昨日の日田4号の編成ですね、それが来ておりますね。仮説とぴったりの形になっております。さあ、日田2号は北側へですね、抜けていくという形ですね。続いて日田5号ですね。日田5号、まあ、順番通りというかね、2号3号4号とかね、そういう風に予測を取ってなくって、まあ、時間通りですね、まあ、時系列でちょっとね、一応並べてありますので、ね、ちょっとね、いろんなところが番号が飛んだりとか戻ったりはしております。さあ、これ3月15日の日田11号編成ですね。もうこの辺りね、だんだん分かってくるとね、もう過去も未来もね、ちょっとね、分かるような感じですね。組み替えがなければこの前、もしも仮定で行くんだったら、もう過去も未来もずっと追ってきますね、これでね。要するに6月30日までこの編成で追ってくるって感じですね。7月からはね、また185入りますけど、どうなるか分かりませんけれども、そこまでね、組み替えがなければ追っていけるという形でございます。さあ、南紀2号の名古屋行きということでね、南紀2号は折り返しの南紀3号という形になります。さあ、南紀2号、折り返しの南紀3号ということで、昨日のですね、あれですね、1番の編成ですね、8号と1ですね、その編成が来ておりますので、それが3号になります。さあ、南紀3号ですね、紀伊勝浦行きという形になっておりますね。3両編成でございます。今日は、7号もね、3両になっておりますので、ね、はい、そんなところで動画は終了でございます。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またね、ちょっと行きたいと思いますので、ぜひともご視聴ください。チャンネル登録もまだぜひともしていただけると助かりますので、よろしくお願いします。それではまた会いましょう。さよなら。